は排除しました間違えた、黄色じゃないです。黄色、今何も考えてなくて喋ってた、ごめんなさい黄色じゃないです、黄色じゃないです。黄色は結構メンバー使ってる方が多いので黄色を排除して紫と緑っていう形にしました。見えやすいし濃くて色が。マッサレボリューションさん、生誕されて緑と紫たくさん振って嬉しい、ありがとう。いっぱい見えました、生誕祭で緑と紫のペンライト嬉しい、ありがとうございます。皆さんよかったらコンサートとか公演とかで紫と緑色にして振ってください。わーすごい燃えてる、ありがとうございます。ペンライトカラーはこれです。拍手ありがとうございます、嬉しい。じゃあもう一個でも引いてもらおうかな、もう一個引いちゃいます。じゃあこちら、お、好きなスポーツは、好きなスポーツは水泳ですね、一択。でもバレーボールも大好きです。好きなスポーツは水泳なんですけど、バレーボールも結構好きです。うまくはないけど好きです。そう、水泳かな、やっぱり水泳が一番大好きですね。バレーボール、バレーボールは中学校で初めて授業でしたんですけど、バレーボールめっちゃ楽しくて、私は中学校では授業ではセッターっていうポジションでやってました。スポーツ見るのは何が好き？マサレブル、マサ、マサレ、マサ、うん？マサレボ、え？マサレレ、うん？マサレボリューションさんか。マサレボリューションさん、ありがとうございます。スポーツ見るのは何が好き？スポーツ見るのは、スポーツは、私はアーティスティックスイミングを習ってたんですけど、アーティスティックスイミングはオリンピックとか見てました。ごめんなさい。アーティスティックスイミングとか見てたし、スポーツ見るあんまりないんですけど、野球とか、まあ、たまにテレビでついてたら見るぐらいです。こんな感じです、ありがとうございますじゃあちょっともう一回戻りたいと思います。 HKT48 と17で最高かよって募集したやつがまた来たので読みたいと思います。最近食べてみて苦手かもって思った食べ物ありますか？最近食べて苦手かもって思ったことはあんまないんですけど、苦手なものは抹茶ですね。抹茶が嫌いですね。とある機会でなんかお茶をメインとしたなんかご飯が出てくる機会があったんですよ。なんかそのね、ご飯が、お茶がメインのご飯が来る時があったんですけど、なんか全部抹茶の味がして美味しいんですけど、私は苦手なので、でも美味しい、うん、でも食べました、全部完食した。抹茶が苦手です。だから抹茶はあんま好んで食べないですね。そう、なんか全部、なんかみんなからしたら多分抹茶の味はしないんだろうけど、本当に抹茶が苦手すぎて抹茶の味しかしなかったです。そうかな。でもあんま苦手なものないかも。苦手でも食べます、ちゃんと全部。そうそうそう、完食してますって。ありがとうございます、質問とっても美味しい、ありがとうございます。いい質問です。今日誕生日のマリアさんの好きなところは？マリアさんの好きなところはとってもいっぱいあるんですけど、ここに立て天使はいる公園で初めての星っていう曲があるんですけど、その時にマリアさんと向かい合うシーンがあるんですけど、そこでいつもめっちゃニコニコってしてくれるのがすごく優しくて大好きだし、あとは喋る時、マリアさんとお話しする機会の時はめっちゃもう本当に優しくて、とにかく優しいところが私は好きですね、一番。あとダンスが上手いところが大好きです。マリアさんのダンスがめっちゃ好きなので、マリアさんのダンス
は結構憧れてます。好きだし憧れてます。そのマリアさんの笑顔がとっても私は大好きで、目がこうシュッフニュってハニャハニャじゃないフニュフニュなんだっけこういうのです。そうふにゃふにゃってなる笑顔が大好きで、そうです。そう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 、そうなんです、最高なんです。ひろたさん、マリアさんのワーオが好き、わかる。ここにだってテンションいる声のね、レディオネームっていう曲でなんかセリフみたいなのがお願いとかあるんですけど、そこのマリアさんのワーオが私も大好き、めっちゃ可愛いですよね。嬉しい、ありがとうございます、大好きです。おめでとうございます、お誕生日おめでとうございます。楽しみですね、生誕祭もとっても。じゃあちょっとですね、もうちょっと弾きたいと思います。じゃあ弾いちゃいます。まだまだなんか中にたくさんあるんで、どんどん弾いちゃいます。くしゃくしゃになっちゃいました。あー、ありがとうございます、花火嬉しい。座右の銘はバクバク、ありがとう。座右の銘はちょっとわからないですね。なんかあの高校生になるにあたって、中学校でなんか面接指導みたいなのが全員あったんですけど、その校長先生と面接の練習をするんですけど、あなたの座右の銘はって聞かれて、わからないですって答えた。座右の銘の意味はわかりますかって言われて、わかりませんって答えたんで、私はわかりない、わからないです、座右の銘はどういうことでしょうか。なんかそういうことだよね、なんかかっこいい言葉みたいな。というの名は何でしょうか。あー、ゆうたさんいいですね、小さなことからコツコツとにします。私の座右の銘は小さなことからコツコツとに決まりました。今これから座右の銘はって聞かれたら、小さなことからコツコツとって言います。ありがとうございます、いい意見。そうコツコツ頑張ることは大事ですから、これはこれから聞かれたら、わーいっぱいハートありがとうございます。そう、小さなことからコツコツと頑張りたいと思います。頑張るよー。座右の銘こんな感じです。あー、目からビーム来た、わー人差し指から出てる、わーい、こうは出ないんだね、こうじゃないと、わーい、すごい、ありがとうございます。じゃあ続いて、じゃらん、あー、アルパカありがとうございます、嬉しい、かわいい。一人時間は何をする。私は常に携帯を触っているか、あのゲームをしています。携帯ゲームとか普通にゲーム機とかでゲームをしていますね。一人時間はそんな感じです。一人の時間結構好きなんですよ。それから寝るかかな、一人時間結構好きで、昔ちっちゃい頃は一人遊びとかめっちゃしてたんですよ。お姉ちゃんが年がちょっと離れてるので、お姉ちゃんが学校行ってる時幼稚園行ってて、早く帰ってきたら暇なので一人でお人形とかで遊んでました。だから一人時間を過ごすのは結構いいですね。皆さんは何してますか、一人時間。そう、一人時間も大事なんでね、一人時間皆さんは何してるのかなって気になりますけど、スマホ見てるんですよね、マサレブルお嬢ちゃん。キヨミズさん、うちわ作ってるかも、確かに確かに、うちわ作ってくださってるんですか、ありがとうございます。休みの一人時間にね。あ、カドヤンさんはテレビを見てる。うん、テレビあんまテレビ見ないですね最近は。でもバラエティ番組好きなんで、
デジリモンさん、スマホいじるか推しの動画見てる、やっぱり大くんさん、福岡撮影中福岡撮影中を見てる、嬉しい、福岡撮影中嬉しい、私も3回出させていただいたんですけど、すごい面白い場面もたくさんあると思うし、勉強になる部分もたくさんあると思うんで、皆さんおすすめです、見てください、ぜひ。リンリンの TikTok 見てるよ、ありがとうございます。マサレボリューションさん、ありがとうございます。 TikTok 頑張って投稿してるので見てください、ありがとう。やっぱ一人時間はね、ゲームとかですよね、携帯を見るかいいですよね、ゲーム。いやー、もうすぐで終わっちゃうね、あと5分ぐらいかなないですなんかわかんない、何を話したらいいのかわかんないですけど、なんかありますか質問皆さん、コンサートの関係で、コンサート関係でなんかありますか。ネタバレそう、怖い、ネタバレ怖くて、文化祭、昼は文化祭をメインとしたやつで、この前 YouTube にね、何でしたっけ、スローガンを決めてる様子とか上がってましたね。意外なユニットありますか、走り人、ランニングマス、意外なユニット、わかんないです秘密ですあるかもしれないですね、あるかもしれないです。そうだ、7期生もね、なんだっけ、出店、品出し、品出しじゃないか出店、屋台みたいな、あの文化祭のやつ頑張ってるみたいですなんだろう、下出しじゃないよね何を、なんだろう、あ、門谷さん、7期生の文化祭で行きたいところはありますか。行きたいところはこっち向いてくれですね。何をするんだろうって私もまだよく分かってないんですけど、こっち向いてくれのところは何をするのか分かんないから行ってみたいですね。行ってみたい。そうそうそう、あっち向いてホイみたいだよ。マサレブラシアさん、ありがとうございます。あっち向いてホイするの、クレちゃんが一人でずっとみんなとあっち向いてホイするの。いつが終わりそれ。負けたら終わりか。あっち向いてホイなんだ。大くんさん、クレちゃんと話したことあるのあんまりないですだから頑張ります。大くんさん、つつみちゃんがだるま落としのだるま作ってるの、そうなの、全然知らなくてごめんなさいって感じで、本当にすいません、楽しみにしてて、サプライズ的な感じででもみんな頑張って、頑張ってね、文化祭制作をするために来てで頑張ってやってました、みんな頑張って作ってますので楽しみにしててください。夜は花さんの卒業コンサートですね。最初から最後まで泣けちゃいます。ね、何か話せることあるかな。
か話せることあるかな。でも寂しいですね、本当に。そう、大空さん、ありがとうございます。花ちゃんと同じチームだから公演参加一緒に出られるのかとね。本当にそう、本当にチーム K4 に昇格させていただいてから花さんととっても話すようになったので、もうありがたいですね。悲しいですけど、あ、音符いっぱいありがとうございます。そうですね、まあ、いっぱい来てくれてありがとうございます。コンサートはこんな感じで、花さんもねとっても可愛いです。こんな感じで並んじゃったりしちゃって、その題名がいいんですよね。花って花って最高かよって題名がもう涙ですね、本当に涙です。本当にそう、だってもうあのリハーサルをしてたんですけど、コンサートので、花さんの卒業コンサートのリハーサルをしてる時に、本当にもうみんなが一斉に泣き出しちゃうぐらい本当にみんな大好きな先輩なので寂しいです。リハーサルの時みんな泣いてて、もう私はもう本当に実感が湧くまで涙が出ないタイプなので、本当に実感が湧かなすぎて涙出なかったんですけど、絶対コンサート当日は泣いちゃいます、寂しくて、はい、って感じです。ちょっと悲しい感じですけどって感じですね。いっぱいたくさん話してよかったです。はい、何でしたかな、これですかね。はい、ということで、もう一瞬だったんですけど、配信してたらそろそろ配信終了のお時間となってしまいましたが、皆さん楽しかったですかね。そうです。さっきカレンレンが質問を考えてくれたやつを最後にちょっと答えたいと思います。こちら、リンリンリンカちゃんへ、カレンちゃんの一番好きなところはどこですか。あー、欲しがりですね。一番好きなところですか。カレンちゃんの一番好きなところは、なんだろうな。好きなんですよ、言動、言葉とか動きがいちいち面白いとこですね。なんかすごい面白いんですよ、 いちいちもう本当に面白いです。多分ね、 裏側のカレンレンはめっちゃおもろいです。裏側っていうか表もおもろいんですけど、皆さんの前では見せないような動きとかしてるので、そういうとこは皆さんには見れないと思うんですけど、私だけのね特権ということで、カレンレンの動きが大好きです。カレンレンのプライベートな動きがとっても大好きです。ありがとうカレンレン、でも全部大好きだよ。はい、ありがとうございます。じゃあ私も次はひなたんなので、ひなたんへ質問を書きたいと思います。ひなたんはどうしようかな。ひなたんは何が聞きたいかな。なんだろう、なんか聞きたいことあるかな。牛タン豚タン大好きだけど結局はどっちが好きなのとかにしちゃおうかな。牛タンと豚タンが好きらしいんですけど、牛タン豚タンひなたんって言ってるから、牛タンと豚タン結局どっちが好きなのみたいな感じにしちゃおうかな。牛タン
と、ちょっと豚の感じが分からないのでコメント見させていただきます。ありがとうございます。豚タン、結局どっちなの、どっちが好きなの、どっちが好きなのにしとこう。どっちが一番好き、皆さんも気になってるであろうこちら、ひなたへ牛タンと豚タンどっちが一番好きにしました。どっちか私もわからないので、牛タン豚タンって言ってるからどっちが好きなんだろう、どっちもっていうのはなしって皆さん伝えといてください。ひなたのミニ配信見に行く人はどっちも好きって言ったら、リンリンリンカがどっちもはダメだよって言ってたよって言っといてほしいです。これは楽しみですね、見るのが。こんな感じです。これを渡したいと思います。はい、ということで皆さん見てくれてありがとうございました。たくさん長い時間ね、皆さんいっぱいコメントとかしてくださってありがとうございます。17ライブをね、めっちゃ面白いですね、いろんな機能があって。今回はエフェクトがねちょっとつけれなかったんですけど、このまたエフェクトをね遊んだりとか、投票機能もすごい面白かったので、最高の17ライブでした。はい、ということで配信を無理ですか。配信を見てくれてありがとうございました。9月28日のコンサートでは会場で皆さんに会えることをすごくすごく楽しみにしています。残念ながら会場に来られない方はぜひ17ライブで生配信をご視聴いただければと思います。17ライブ配信するんですね。配信するらしいので、いっぱいカメラにもアピールするので皆さん見てください、生配信。昼夜公演はどちらもたくさんの思いが詰まったコンサートですので、見ていただけたら嬉しいです。こんな感じで終わりたいと思いますけど、次の配信は明日9月15日の19時からひなたん、安井ひなちゃんの配信です。ぜひご覧ください。こんな感じでめっちゃ面白い配信になると思います。ちょっとハードル上げちゃうけど、面白い、は面白いの頑張ってって。はい、ということで終わっちゃいます。終わります。ではこれでおうちりんかのリレー配信が終了となります。バイバイ、皆さんいっぱい来てくれてありがとうございました。バイバイ、ありがとう、嬉しい、ありがとう、バイバイ。